新型肺炎への対応をめぐり更迭された中国・湖北省の保健当局トップの後任が就任後、初めて会見し感染対策に全力を挙げる考えを示しました湖北省の保健当局のトップに任じられた王賀賞書記はきょう会見で感染の予防と管理にとって最も重要な段階に達しており依然として武漢が主戦場だと強調した上で 感染が疑われる人を収容する施設の確保などを急ぐ考えを示しました。一方、首都北京でも感染防止の強化に乗り出しています。北京市内、人が住む建物の出入り口には、北京に戻ってくる人はすべて外出が制限されるといった内容が掲示されています。北京市当局は、 帰省先などから北京に戻る人は14日間、自宅や施設などでの経過観察を義務付け従わない場合は法的な責任を追及するとしています。